お、最後にあの4人と話してみよう。え、待って、エスカートなんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで続きの話を聞いていこう。とりあえずまた左から順番に。朝比奈葵、こんにちはっす。朝比奈葵っす、よろしくね。いいね、明るくて可愛い。超高校級のスイマー、朝比奈葵。スイマーか、なるほどね、陸上かと思った。朝比奈葵、小学校、中学校、高校と過去に参加した大会で次々と新記録を塗り替え、今やオリンピック候補生にも選ばれた超高校級のスイマーだったな。小学校、中学校、高校と、え、どういうこと？高校別のところにも行きよったってこと？え、これは入学式よね。あ、でも現役の高校生であること、すでにどっかの高校に通いよった子らを何途中で呼び寄せたってこと。実力、容姿、プロポーションとスロット一体ってネットでも騒がれてたっけ。そちらの名前ってなんだっけ。ごめん、失念しちゃったよ。苗木誠だよそうそう、それっぽい名前。なんかさ、大学とかやったら9月からの途中入学みたいなのもあったりするわけやん。編入、そういう感じなんかな。それっぽいっていうか、それが正解なんだけど。うんうん、大丈夫大丈夫、すぐに覚えるからね。うん、苗木誠、苗木誠っと。彼女は僕の名前をつぶやきながら自分の手のひらに人差し指で何かを書き始めた。何してるの？あれ知らないんすか？人の名前を覚えるときは3回手のひらに書くといいって聞いたことないけど。あれやね、緊張したときに手のひらに人っていう字を3回書いて飲み込むといいみたいな。それやね。あのさ、苗木ってどういう字？そのままだよ、苗って字。わかんないや、後で辞書調べてから書くね。頭はよろしくないのねとりあえずこれからもよろしくってことで。うん、そうだね。とにかく底抜けに元気な性格ってことだけは分かったな。そして藤崎千尋。どうも、なんか女の子に高いね。初めまして、藤崎千尋です。なんか男の子みたいな声で超高校級のプログラマー藤崎千尋。なんだか自己紹介ってなんだか照れるね。なんでなんだか2回言ったこれからよろしくね。え、てかプログラマーなんこの子、ちょっと今更ながら反応遅れたけど。え、すごいね。うん、はじめまして、こちらこそよろしく。オタクっぽい感じでもないし。あれ、なんか気のせいかな、どこかで会ったことある？いや、今はじめましてって言ったばかりだけど。ごめんなさい、泣かなくても何、この子ともどこかで会ったことがあるのか、見かけられたことがあるとか。いや、そんな謝るようなことじゃないから。藤崎千尋、数々の革新的なプログラムを作る超高校級のプログラマーと呼ばれる3人で、それに加えその小動物を思わせる雰囲気も相まって、一部には熱狂的なファンも存在するらしいけど。ねえねえ、ごめんなさい。何を謝ってるんだえ、どうして謝るの？だってなんだか不機嫌そうだったから。怒ってるんでしょ？めんどくさい子だね、なんか違う違う、ちょっと考え事してただけだよ。考え事？そうそう、別に不機嫌だったわけじゃないんだって。ありがとう。よかった、そうだったんだ、嫌われたのかと思っちゃったよほっとした。一部の熱狂的なファンとやらの気持ちが少しだけ分かった気がした。男受けはいいんかなそしてキリギリ京子。もうこの子かわいい、なんかクールやね、クールビューティーって感じあの、名前を教えてもらってもいいかな。名前はキリギリ京子。ね、なんかすごい可愛いんやけどこの子。超高校級のなんだ、ずいぶん無口な女の子だな。それにこの子の名前、キリギリ京子なんて名前、希望ヶ峰学園新入生すれにはなかったぞ。あ、この子が検索しても引っかからんっていう子、なんなんやろう。そういえば希望ヶ峰学園の新入生の中には僕以外にも
情が明らかにならない新入生がいるんだっけ。それがこの彼女なのか。なんか占い師っぽい雰囲気やけどね。あのさ、君はどうしてこの学園に来たの。何どうしてって。いや、この学園に選ばれたってことはさ、何か超高校級の才能があるってことだよね。手袋をしとる。それってどんな才能だったりするの。別にいいじゃない。なんで教えなくちゃダメなの。え、いや、ダメってことはないんだけど。言う必要がないなら言わなくていいでしょ。彼女ネットで検索されないくらいだから、僕みたいに運とかで選ばれたのかと思ったけど。二人はおらんやろ、同じ理由。まるで鉄仮面だな。何も話してくれないんじゃ知りようもない。ロボットやったりとかせんかな。手袋してるし。なんか無表情やし。江ノ島純子。あ、ギャルやね。どうも、江ノ島純子です。よろしくね。なんかやっぱあれか、仕事モードと普段は違うってことか。雑誌の表紙の時もっと可愛かったよね。ネクタイ可愛いな。江ノ島純子って確か、ほらほら、なんか違うよね。全国の女子高校生たちの間でカリスマ的存在の超高校級のギャルだったよな。でもなんか雑誌で見たのと、なんか雑誌安いな。400円、600円、めっちゃ安いやん。昔はそうやったっけ。今ってさ、普通に1000円超えしてない。なんかこういうファッション雑誌みたいな、なんかほぼ付録代よね。見た目の印象が違う気が。はあ、あんたもしかして雑誌のカバーショットのこと言ってんの。当たり前じゃん。あれは雑誌用に持ってるんだって。持ってる。だからさ、加工してんだって。画像編集ソフト知ってんでしょ。加工、そうなんだ。仕方ない。まあでも現実にもあるやろうね。ちょっとそんなことくらいで驚かないでよ。軽くへこむんですけど。マジマジ。今時カバーショットで盛るなんて全然当たり前なんだって。てかそうなんで驚いたら、某歌姫なんてもっとやばいよ。目とか超でかくして、肌とかもセラミックかよって感じだし。そうなんだ。でもそれ、目そんなでかくしとったら実際テレビとかでやった時にどうなん。ねえ、あれってなるやろ。なんだか夢を壊された気分だな。だってさ、最近SNS 出身の子とか結構おるやん。そのテレビとかでおる子、なんか顔違う子とかやっぱおるもんね。大和田モンド。今はもう逆にそれが普通の感じになったのかな。俺は大和田モンドだ、よろしくな。中井和也さん。ゾロやん、ゾロ。超高校級の暴走族、大和田モンド。名前かっこいいね。大和田モンドって言えば、日本最大最強と称される暴走族に二代目総長として君臨する人物。全国のヤンキー連中から尊敬と威風を集める超高校級の暴走族だったよな。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。なんか意外と普通な感じ。この人との関係には特に気をつけておくとしよう。下手なことを言うと夜の海に沈められかねない。多分あれじゃない、仲間は大事にする感じの人じゃない。なんか髪の毛トウモロコシみたいやね。お、最後にあの4人と話してみよう。待って、スカートなんやけど。おじさんじゃないの。いや、もうおじさんではないんやろうけど、そもそも。待って、女の子なの。あれか、この見た目の割にめっちゃ乙女趣味やったりとか、なんかそういうギャップありそうじゃない、こういう子って。大神さくらだ。かっこいいね、なんか。名前は可愛いけど、超高校級の格闘家。やべえ、もうなんか数々の死闘を繰り広げてきましたって感じ。男性の方ですよね、なんて言葉が危うくてかかったが、殺される殺される。そんなことを口走った日には、僕は一瞬にして肉団子だろう。何せ彼女はアメリカの総合格闘技大会において、女性でありつつチャンピオンになった女流武道家。400戦以上して未だ無敗の超高校級の格闘家なんだから。無敗すごいね。彼女については、希望ヶ峰学園に新入生すれてこんな風に書かれていた。大神さくら、
通称オーガは霊長類人化最強に最も近い女子高生だ。オーガかわいそう。もしこのスレを見ている希望組学園に新入生がいたら先に忠告しておこう。命が惜しければ決して彼女には近寄らないことだ。それは言い過ぎじゃない。本人を目の前にするとそう思わざるを得ない。おい、お主。え、人のことを呼ぶときお主なの。はい。思わず背筋が伸びた。すると彼女はそんな僕の体をベタベタ触り始め、あの何を。なるほど。筋力の質、量、ともにごくごく普通の一般的な高校レベルといったところか。残念だったな。そのジェルで我の訓練相手は務まらぬ。一年生我、いや、むしろありがたいんですけど。そして、なんかこれ一番まとめの感じやね。なんかメイドと執事って感じじゃない。戸上白夜。戸上白夜だ。ん、石田明さん。豪華やね、なんか店員さん超高校級の御曹司。執事どころかお坊ちゃま側やった。どうもよろしくね。さすがにここまでやる気のない自己紹介は僕の人生史上でも初めてだ。いや、初めてはあれやろ、名前すら名乗らんかった。今の最終的には名乗ったけど、キリギリ京子ちゃんじゃない。でもそれも仕方がないのかも。この人は超高校級のみんなの中でも特に別格なんだよな。戸上白夜、巨大財閥である戸上一族の御曹司であり、幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれ、帝王学帝王学ってなんか何やった、テニプリのアトペ敬語もそんな感じのじゃなかったっけ、違ったっけ。本人もすでにいくつもの会社運営に携わり、個人としても莫大に資産を築き上げているという。まあでも会社は作れるもんね、高校生でも。まさに超高校級の御曹司と呼ぶにふさわしい桁外れな高校生。以上、希望が峰学園新入生スレからの天才。天才、おい、自己紹介は終わったはずだ。いつまでそこにいる。目障りだ、下がれ。この僕みたいなのと慣れ合う気はない的なオーラ。俺が帝王学ってやつなのか。そして何なのこの爆発した頭。どういう重力はどこに働いているの。はがくれやすひろ、忍者みたい。俺ははがくれやすひろってんだ。あ、そういう感じなんや、やすひろ。ほどほどに頼むべ。3文字なんやね。超高校級の占い師、こいつか占い師。はがくれやすひろ、占い界で超新星と呼ばれ新風を巻き起こす超高校級の占い師だったな。正直占い界とやらのことはあんまりピンとこないけど、どれくらい当たるのかちょっとだけ興味あるかも。もしかすると。ああ、こりゃ参ったね。実際、え、どうかした。リアルな話。見えた、見えちまったんだべ。リアルに見えちまったって話だ。何が。うん、スカイフィッシュを加えたビッグフットを追いかけるパーマ頭の守護霊。何それ。お前さんの守護霊さ。やだ。なんて冗談だよ。まあ今度酒でも飲み会しながらレムリア大陸とレムリア文明について熱く語り合うべ。いかんやん、酒飲んだら。いや、お酒はダメだよ、高校生だし。ダメ。俺は二十歳だべ。実際いろいろあって三度してんだ。二十歳？現役の高校生ってあれなん、ストレートで言ってストレートで卒業する年齢じゃなくても大丈夫ってことなんや。サンダブっていろいろありすぎだろ。そしてこの個性的なセレス。お初にお目にかかりますわね、セレスティア・ルーデンベルクです。セレスティア・ルーデンベルク、超高校級のギャンブラー、セレスティア・ルーデンベルク。ギャンブラーやって、もう見た目的にもなんていうの、かき狂い的な。セレスティア・ルーデって何が。私の名前ですわよ。セレスと呼んでくださって結構ですわ。日本人ですよね。は？それが何か。え？外国人じゃないんかい。ハーフとかでも？できれば本名も。嫌ですわ。私の本名はセレスティア・ルーデンベルクですわよ。本名じゃないんか。人差し指の何あれ？セレスと呼んでくださって結構ですわ。繰り返された。丁寧な言葉遣いとはうるはらに力強い口調。これ以上聞くなってことか。
希望ヶ峰学園新入生スレで見かけた噂通りの人物みたいだな。自称セレスティア・ルーデンベルク、負け知らずの超高校級のギャンブラーで、コスロリフクを愛するということ以外の事情が全て嘘のベールに包まれている謎の女子高校生。怖すぎる。参加者全員の全財産を奪い合うという究極の裏ギャンブル、キングオブライヤーで優勝し、他の参加者の財産を奪い取り人生を破滅させたなんて恐ろしい噂を持つ高校生ギャンブラーらしい。そんな人間大丈夫なんすか？てか何、どういう世界観なの？今後ともよろしくお願いしますね。この逆に怖い笑顔、なんだか一筋縄じゃいかなそうな人だ。これで全員？これで一通り自己紹介終わったか。それにしても超高校級なんて呼ばれるだけあって、みんな個性的というか、なんというか。おい、そろそろ本題に入るぞ。仲良く始めましたばかりやっている場合でもないんだ。あ、そういえばさっき言ってたよね、この状況がどうとか問題がどうとか、それってどういう意味なの？あのですね、それはですね、ナイギ君言ってましたよね、いろいろあって寝ちゃってたって。それって私たちも一緒なんです。え、一人一人別々の教室におったってこと？一緒って？ありえねえ。この玄関ホールに入った直後にいきなり気を失っちまってさ、そんで気づいたら校内に寝てたっつうわけ。おめえもそうなんだろ？でもそれって変だよ、ここにいる全員が揃って気を失うなんて。だこら、怖い怖い怖い。だから困ってんだろうが。異常なのは気を失った件だけではないぞ、諸君らも気を失ってやろうかの窓を見たであろう。巨大なボルトが至る所に鉄板が打ち付けられていた。あれは一体何だというのだ？ありえなくね？それに私の荷物どこ行っちゃったの？携帯も行方不明だし。そういえば PDA がどこにもないよ。何 PDA って？何 PDA って？一般的な言葉？プログラマーはよく使う言葉？それに妙なのはこの玄関ホールもだ。奥の入り口が妙な鉄の塊で見事に塞がれてしまっているじゃないか。どういうことだ？僕が入ってきた時にはあんなものなんてなかったぞ。何なのだ？なぜだ？一体なぜなのだ？もしかして犯罪チックなことに巻き込まれたんじゃ。ひょっとして誘拐とか、俺らみんなして希望ヶ峰学園から連れ去られたなんてオチ？そういう考え方？ここが希望ヶ峰学園ではない。まあまあ、そうしけたつらしてんなって。どうせ学園が企画したオリエンテーションかなんかだべ。だべ。つうわけで俺はちょっくら一休みすんべ。そっか、みんなを驚かせるためのドッキリイベントだね。なんだそりゃ。何よ、こういうことなの？なら俺も昼寝させてもらっちゃうよ。もうお昼なんすか？ちゃけっさ。俺も昨日夜更かししたんで。デビルスイマが。何デビルスイマって。と一度の緊張が緩みかけたその時だった。突然それは始まった。お、チャイムが鳴ったよ。なんか映る？あ、マッチ、マッチ。ドラえもん。校内放送。え？校内放送。ドラえもん。大丈夫、聞こえてるよね。え？ではでは。あれかな、今の子らからしたらドラえもんってならんのかな。これはもうこの声って感じ？それは場違いなほど能天気で明るい声。それゆえに僕はその声に強烈な不快感を抱いた。例えば事故現場で鳴り響く笑い声のように思わず眉をしかめたくなるような不快感。新入生の皆さん、今から入学式を執り行いたいと思いますので、喋り方も完璧にドラえもんなんだが。室体育館までお集まりくださいってことです。よろしく。ほらやっぱり入学式ね、誘拐はされてない。ここが希望ヶ峰学園やね。は？何？何なの今の？じゃあな、俺は先に行くぞ。ちょっと、なんでいきなり行っちゃうの？もしかすると入学式。なるほど、そういうことね。これは入学式って催し物の一部だったってか。入学式って催し物、入学式を知らないの？大丈夫？笑えんべ、こいつは笑えんべ、実際リアルに笑えんべ。それはどういう意味？笑えないということ？笑えるということ？だべ。じゃあ俺も行くとすっか。お次はどんな思考のイベントかなと。
っかく一眠りしようと思ってたっつうのに空気読めよなマジで。いやいやいや、入学式やろ、ちゃんと行け。待って、一緒に行く。では私も先に失礼しますわ。どうす、誰も気にしてないでしょうけど、あ、私も行くわよ、行っちゃうわよ。ゾロゾロと体育館に向かう面々を横目に、僕はその場を動けずにいた。頭に浮かんだ嫌な予感がどうしても頭から離れなかったせいだ。だけどそんな考えなのは僕だけでもなかったようで、本当に大丈夫なんですかね。やばいよ、今の校内放送にしたって妙に怪しかったしね。てか画面ついたけど影だけあったよね。実際は見えとったんかな。でもここに残っていたとしても危険から逃げられるわけじゃない。それにあなたたちは気になるでしょ、今自分たちの身に何が起きているのか。なるほど、先に進まぬ限りは何もわからぬままということか。ならば行くしかあるまい。確かにそうだよな、こっちにはオーガがおるんやね、大丈夫。ちょっと、いやかなり不安だけど行くしかないか。体育館だったよな。みんなすっと言ったけど体育館わかるの。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次は初の体育館、また自分で移動していく感じかな。